それでは今日の今年最初の微積分の授業に入りたいと思います。で、今回前回ですね。前回はそのまではその重積分に関して重積分の、の定義ですね。で、前回は一般の有解集合上での重積分の定義を行いまして、で、その上でそのリーマン積分可能性の十分条件について一つ説明をしました。で、今日のやることは実際にの積分、実際のその重積分の計算方法としてその類似積分というやり方を通常使いますので、そこを説明したいと思います。ですので、その多分皆さんその重積分において大事なことの一つはその実際の積分の計算ができるようになることだと思うんですけれども、その中の最も重要な手順の一つです。で、一応重積分の計算法で大事な部分はその今日やる類似積分、それから次回以降にやるその変数変換を伴う積分ですので、今日と次回ぐらいはよく内容を確認してほしいと思います。で、それでは今日は教科書の184ページですね、教科書です184ページのセクション 5.6 から入ります。で、類似積分という言葉は、初めて出てくるわけですけれども、基本的には、この重積分といっても、積分は、例えば2つの変数があったとするならば、前回までにやった定義ですと、ある集合の上で、分割を細かくしていって、その上で、毎回、ここ数回例に出しているその豆腐の体積を加えるということをやるんですけれども、実際にはそういう抽象的なことをですね毎回やるのは非常に煩雑ですので、実際には例えば x と y の変数があったら最初にこう y で積分して次に x で積分するというそういう変数の順番に積分するというような話になります。で、まず最初にこの有解閉空間上でのその類似積分について説明をします。で、有解閉空間と言っていますので、まずその有解閉空間がどこかで与えられているんですが、これ有解閉空間を I として、これは X の範囲で A から B までの幅と、それから Y の範囲では C から D までの幅というような区間にしましょう。で、二変数関数 xy というのを I 乗で、この有解閉空間 I 乗で定義された関数とします。で、こういう状況をちょっと図を書いてみますので、僕の図はあまり上手というわけではないので、各自皆さんでこう適宜こう体裁を補った図を書いてください。で、今その XYZ のこう R3 の空間があったとして、でそこで
これからちょっと図を重ねて書くので少し薄めに書いていますけれども、ここが i ですね。x の区間が a から d までで、y の区間が c から d までという、まあ、こういう区間を考えます。で、そこで、この fxy という関数を考えますと、fxy っていうのは、一般にこの xyz の空間内の局面として表せますので、その局面をこう書きましょう。で、また例によって、こんなふうにですね、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、また例によってこう豆腐の構図を想像します。で、今回の豆腐はですね、横といいますか、この横の境界ですね、この横の境界は、こう長方形の形になっていて、で、底面はまあ、やっぱり平らになっていて、で、xy 平面の上に乗っていて、で、この上の面だけ、この関数 fxy の値を表すこう局面になっていると、こういう豆腐をこう想像してください。ここまでいいでしょうか。で、まあこのように切り出したこう豆腐の体積をまあ我々計算しようというわけですね、重積分の計算は。で、まあ前回までやりましたその重積分の定義に従いますと、この平区間 i をですね、こう細かく分割、とにかく細かく分割して、でそうすると分割したごとにこう細かいこう豆腐の柱ができますから、でその豆腐の柱をこう順番に加えていけば、まあ、重積分ができるというのが定義だったんですけれども、この累積分の定義はですね、一度にこの豆腐をこう縦横に細かく分割する代わりに、例えば今の場合ですと、まず例えばこの y 軸に平行、もしかすると yz 平面っていうんですかね、 yz 平面に従ってこう x 軸と垂直になるようにこう細かくこう縦に刻んでいく、これ横か、横に刻んでいくというアイデアを取ります。いいでしょうか。この累次積分のアイデアは、まず、もともとの積分の定義は、これをとにかく縦横に細かく刻むんですけれども、そうではなくて、まず縦だったら縦方向にこう細く刻んでいくと。で、この場合ですと、yz 平面でこう、刻みを入れるわけですね。そうすると、まあ、ある x の特定の値に対してこう薄いこう豆腐の膜を切り出すような形になります。で、例えばそうですね、この一番手前側のこう一番端の部分をこう切り出したとしましょう。こんな感じでしょうか。こんなふうにこう一つ切り出したとしますと、これって実はその x イコール、まあ大体 x イコール a におけるこの薄いこう豆腐のこう白片と思えるわけですね。そうするとこの積分っていうのは実は これ y について一回積分するけど、この白辺一個一個がですね、この x の関数と思うことができるっていうのがミソです。ですので、これは一つの y に関する積分なんですが、y に積分した結果がまあこういう一つの白辺になるんですけれども、この y の積分した一つの白辺がその x の関数になっていて、でこれを x の値を少しずつ変えていくっていうのは、この輪切りの場所をですね、少しずつ奥へずらしていくと。そうすると一個一個ごとにそのこの輪切りにしたこう薄い豆腐の体積がこう x の関数として求まります。で最後にまあそのこの x の値ごとにその体積
この輪切りの体積が求まりますので、それを今度は x で積分することで積分するというのは結局足していくんですね。この白辺を全部こう a から b まで足していくというので、最終的にこの豆腐の塊の体積を求めようというのがこの類似積分の基本的なアイデアです。ここまでいいでしょうか。まだちょっとよく分かんない人います。大丈夫そうですね。じゃあとりあえず一応そういう共通理解を得たとして先へ行きましょう。で、そのことを具体的なその定理の形として書いたのが、その教科書ですと184ページの下の方にあります定理 5.11 という定理です。で、教科書ではこれ不比例型の定理と書かれておりますけれども、これはもともとはこれ我々今学んでいるのはこのリーマン積分と呼ばれる積分なんですけれども、もっとそのリーマン積分を拡張した形の、より現代的な積分の理論にルベーグ積分というのがありまして、そのルベーグ積分の中でクビニの定理というのがあります。でそれはもともとはルベーグ積分の理論の中での定理なんですけれども、それに相当するものがここのこれから説明する定理 5.11 ですので、そっちでこの教科書には不比例型の定理となっておりますが、実質上はこの定理 5.11 に従ってこの類似積分ができるというものです。ですので一応ここでは類似積分というサブタイトルをつけておきましょう。もう少し正確、より正確に言うと、その融解閉環上の類似積分に関する定理です。で、その定理の述べているところを今説明しますと、まず、この i をですね、この先ほども出しましたけれども、x に関する幅が a と b、それから a から b、それから y に関する幅が c から d の融解閉環とします。で、それから、この fxy は、これは二変数関数、xy の二変数関数なんですけれども、この i 乗で定義された融解で積分可能な関数とします。で、この時にこの類似積分に関しては次の2つの性質が成り立つと、すなわち2通りの積分ができるというのがこれから述べる定理です。多分ここからしたらちょっと見にくいと思うので、右側の黒板に移動します。で、まず1番目なんですが、ある x0、x をですね、ある x0 で固定します。これ、閉環 AB の間である x0 という値を固定します。で、この時に、この f の x0y という関数を考えましょう。すなわち、
この fxy のx に xl を代入した関数ですね。で、先ほどの図で言いますと、ちょうどそのまあ yz 平面に平行なこう平面形でこう包丁を入れていって、で x に関する区間 ab のどこかでスパッとこう切り出したと思えばいいです。で、これがy の区間 c と d の間で、y の関数として積分可能とします。すなわち先ほどの図ですと、ちょうどこういう形でまあ横方向に切ったこの豆腐の白片を切り出して、でこの面積が求まるというふうになっていると思ってください。でこう仮定したときに、まあこれが成り立つならばですね、これが成り立つならば、この有解平区間 i 乗でのこの fxy の重積分というのが、次の積分の繰り返しで計算できると。で、ちょっと内側から書きますと、まず c から d までこの fxy を y の関数として積分して、でそれを今度は x の関数と思って a から b まで x で積分するというのが、まあ一つ目のその類似積分のまあ定理もしくは公式です。ですので、まあこの部分は x の関数と見なせるわけですね。というのが1番目です。で、これ、括弧1番は、ちょうど最初の図に書きましたように、このいわゆる横にこう豆腐を切った場合の、まあ、類似積分なんですけれども、じゃあ、縦にも切れるんじゃないかって思った人がいると思いますが、まさにその通りで、縦に切れる場合もあります。それがその2番目の類似積分です。もう少し正確にこれから説明します。2番目としましては、y を一つ値を固定させます。y0。区間 CD の間で、C と D の間である y0 を固定します。これを固定したときに、f の xy0 が、今度はその x の範囲を a から b までの範囲を取って、で、まあ x の関数として積分可能だとします。
すいません、黒板の番号を間違えてたので、ちょっと今直しました。で、今度は、その、y を一つ固定して、この豆腐を切るというんですね。ですので、まあ、もともとの図でいきますと、その縦の方向にこう包丁を入れると思ってください。で、その時に、同じ重積分が今度はその積分の順序を入れ替えて計算できるというものです。具体的にはまず fxy をまず最初に x の関数としてこう積分します。区間は a から b までですね。でそうすると、まあ、これが、y の関数とみなすことができますので、で今度はこれを、c から d まで、y の関数として積分します。というように、今、まあ、x と y、今の場合ですと、xy の二変数ですので、その x と y と、こう、二通りの、こう、順番を使いましたけれども、その、結局、その重積分がですね、ある条件を満たすときには、一変数の定積分の繰り返しで、こう、計算できるというのが、まあ、類似積分の定理です。ここまでいいでしょうか。でそれから、一つ注意なんですが、この重積分の書き方につきついて、まあ、数学ですと今のような書き方をするのが一般的なんですけれども、どうも他の分野ですとちょっと異なる書き方をする場合があります。もしかすると皆さん例えば他の物理などの演習ですでに出くわしているかもしれませんけれども、例えばこの1番目のですね、この重積分の記法としまして、別な記法ですと、この A から B の積分記号のすぐ後に dx と書いて、その次に c から d と書いて、fxy dy と、こういう書き方をすることがあります。これは、例えば、そうですね、二重積分ぐらいでしたら、このぐらいで済むんですけれども、一般には、この n 重の積分になりますと、どの変数に対して、どこからどこまで積分するかというのは、なかなか対応がだんだん見づらくなりますので、こういう形にして、x については a から b まで、で y については c から d まで、でそれで積分の順番は、後ろから、最初に y で積分して、次に x で積分するというような書き方をする場合もあります。ので、注意してください。で同じように、この2番目の重積分の場合ですと、最初に c から d の dy と書いて、その次に a から b の fxy dx というような書き方をする場合もあります。多分物理なんかではこういう書き方の方が一般的かと思いますので、まあ関係する人は注意してみてください。一応これは数学類が開く授業ですので、この授業の中では今こちらで書いた書き方で以後も書いていきます。ここまでいいでしょうか。で、次なんですけれども、まずちょっとこの1枚目の黒板
は後で後半の方でも少し使いますので、しばらくこのまま残して図を残しておきたいと思います。ちょっと今日は黒板の使い方がいつもとちょっと変わると思いますので注意してください。で、今その類似積分をですね、その2通りのこうやり方でできますと、できる場合にはできますという話をしましたが、さらにその関数 fxy が都合のいい関数である場合には、この両方が可能だということを次の k ですね、 k で示しておきます。教科書ですと189ページの K5.2 というものです。多分以前にも説明を受けたと思いますが、この K というのはその定理からですね、派生するといいますか、定理の特別な場合ですとか、それから定理からすぐに導かれるような、割とこの優しいんですけれども、よく使われるような性質などを記述しておくのに使います。で、この K はですね、その fxy が都合のいい時に積分の順序効果ができるっていうんですが、どういう都合のいい状況かというと、その今挙げているこの融解閉域間、この i ですね、連続という場合です。融解閉域間は今まで通りの設定なんですが、ここでこの fxi が連続ならば、その類似積分が先ほどの定理のこの両方が等しくなるということで、その両方が成り立つということは、その積分の順序を交換できるということですね。x から積分してもいいし、 y から積分してもいいというのがこの k です。で、その式をもう一回ちゃんと書いておきますと、この融解閉域間 i におけるこの fxy の重積分が、まずはその y から先に積分してもいいですし、あるいはx から積分してもよいと。というのが、その、積分の順序効果に関する性質です。ここまでいいでしょうか。はい、
それで、あと次なんですけれども、次はですね、この類似積分の特別な場合で、今度は教科書ですと187ページの計 5.1 というのを説明します。これは変数分離形といって、与えられたその2変数関数が、その x だけの関数と、それから y だけの関数の積で表されているときに、その積分もその x だけの積分と y だけの積分の積にこう分けることができるという、そういう特別な場合の性質です。この計 5.1 は変数分離形と書いておきましょう。でこれはまずその設定ですね、各関数の設定から書きますけれども、まず関数 fx というのが与えられています。でこれは x に関する一変数関数で、でこの x の範囲 ab で定義されていて、で、あと、融解で積分可能とします。で、次にもう一つ、gy という関数が与えられています。で、これは、y の区間、c と d、ですね、平行区間 CT.T で定義されていて、でこれは Y の関数として融解 で Y の関数として積分可能であるというふうにします。でこの時にその我々が問題とする関数は、この2つの fx と gy の積を考えます。こういうものですね。まあ、便宜上、まあ、hxy というふうに表してもいいんですけれども、まあ、この hxy というのをこの ff と g の積というふうにして定義します。そうすると、まあ、2変数の関数になるわけですね。と、f、x については f だけが寄与すると。それから y の変数についてはその g だけが寄与するという形で、まあ、こういう形でこの関数を作ると2変数関数になるんですけれども、まあ、このそうするとこの時にこの関数 fx と gy の積というのは、この平区間、今度は平区間は xy 平面上の平区間ですので、まあ、x に関しては a と b の間、それから y に関しては c の間、d の間というので、まあ、今日の最初に書いた図のような平区間を表しますけれども、ここで、積分可能で、
で、さらにその積分は次のように計算できるというんですけれども、これが実はその fx と gy のそれぞれの積分の積で計算できるというのがこの k の主張です。ですので、fx に関しては、a から b までの一変数の積分としての値、それから gx に関しては、あ、gy ですね、ごめんなさい、gy に関しては、その c から d までの一変数の y に関する積分としての値の積で、実はこの関数の重積分が計算できるというのが、この K5.1 の内容です。ここまでいいでしょうか。はい、で、一応その計画間融解閉区間上で の, その類似積分のまあ基本はこのぐらいなんですけれども、そのやはり皆さん実際に演習に入る前にこう1個ぐらいは少し例題をやっといた方がいいかなという気もしますので、ちょっとこの類似積分 の, 例題を1つこう示しておきたいと思います。で、ネタなんですが、教科書の、教科書ですと189ページに例題 5.4 というのがありますけれども、これをちょっと少し変えてみました。で、ちょっとこれからその例題を書きます。まず、融解閉区間を与えますけれども、i を、まあ、x が0から2の範囲、それから、y を1から3の範囲とします。で、この時に関数として、x プラス y かける x を求めることにします。で、この関数なんですけれども、今日やりましたその類似積分の話と、それから積分の重乗交換の性質を考えますと、この x プラス y かける x っていうのはその数式の種類で言えば多項式ですので、この融解閉区間 i 乗では連続だっていうのは多分皆さん分かるんじゃないかと思います。で、この i で連続な関数ですので、積分の順序を交換することができて、で、x から積分することもできるし、y から積分することもできます。ということで、一応この例題、今回はこの関数ですね、その2通り の, 類似積分で計算してみます。もちろん、結果は等しくなるわけですので、一応その計算手順がどのように異なるかというのを皆さん見ておいてください。で、最初に、これはどうしようかな。y から積分してみましょう。そうしますと、
y から積分しますので、まあ、こういう形でその y に関してはその1から3ですね、1から3の間でこの関数を積分するということになります。で、一応そうか、まず展開しますね、中の式を展開しますと、これは x2 乗プラス xy。dy、dx となります。で、で、類似積分の場合には、その、大体、まあ、その、計算の仕方としては、偏微分の時のことを思い出してほしいんですけれども、この場合はその y に関しての積分ですので、まあ、x は定数と思うというのが、ルールです。偏微分の時に例えば y で偏微分するしようと関数を偏微分する時にはその x を定数と思ったのと同様で、類似積分の場合にはこの y に積分する場合には、まあ、x は定数と思えというのがルールです。ですので、ここではその、まあ、x2 乗っていう項がありますが、 x2 乗っていうのはまあ定数と思うわけですね。それから、xy という項は y に関する1次の項と思って積分します。そうしますと、この中を積分をしますと、x2 乗を y で積分すれば x2 乗 y になりまして、それから、xy ですので、xy を y について積分しますと、2分の x かける y2 乗というふうになります。で、これをまあ1から3までこう求めると。で、この中に関しては、この3とか1っていうのはこの y にこう代入するという点に注意してください。そうしますと、まあ、皆さん各自で計算してもらってももちろん構わないんですが、最初の項が3から1を引くと、それから、2分の x で9から1と。で、まあ、これの x で積分するということになります。6、7。じゃあ、ちょっとこっちいきますね。で、あとはまあ淡々とこう計算していけばいいだけなんですけれども、次の結果どうなるかっていうと、x 乗プラス x か。2x 乗プラス 4x を0から2まで積分するということになりまして、で、まあちょっとあとは多分皆さん春学期の1変数の積分範囲ですので、こう計算していきますと。答えは3分の40というふうになります。で、まあ、これが先に y から積分した場合ですね。で、次に、今度は逆にその x から積分する場合なんですけれども、
x から積分する場合には今度は先にそのまず今度は0から2の範囲でこの関数 x で積分してあとで y の範囲で1から3まで積分するという形をとります。そうしますとx2 乗プラス xy を積分、今度は x で積分しますので、この x2 乗を x で積分すると3分の x3 乗と。それから、xy、これは x の一次の式と思って、2分の y かける x2 乗と。で、これを0から2までですね。で、まあ、こういう形になります。でこの中の部分の定積分を計算しますと3分の8プラス 2y を y で積分するという形になりますのであとはこれをまあ y の関数として積分することで3分の40になりますので、まあ、ここは各自この点々点の部分をですね各自確かめておいてください。ここまでいいですか。ちょっと今日ややお急ぎかなというふうにこう感じた人もいるかもしれませんが実はその通りでして、皆さんご存知だと思いますが来週は大学入試センター試験というですねこう皆さんの多くの人たちが去年受けたこう日本の大学にとっての一大イベントが予定されておりまして。でこの講義はですのでなくなります。ただし、水曜日は普通に授業がありますので演習があります。ですので演習の方が来週はですから演習があって講義がなくて再来週また演習がありますので できるだけその来週再来週のこう演習でこう皆さんがいろいろ計算できるように今日のうちに必要な手順を一通り説明しようと思いまして少し若干急いでおります。のでよろしくお願いします。まあ急いでますけどももしかしたらまた雑談を挟むかもしれませんがその時はご了承ください。で一応ここまででそのまず融解閉空間上の類似積分をやりました。で今度次なんですけれどもより一般の場合のその類似積分について説明したいと思います。一応まあちょっとこの時間ですねあと残り時間5分弱ですけれども一応最初は説明しますお話ですのでチャイムが鳴るまで少し進めたいと思います。で今度次の話は。今まではその融解閉空間を扱っていたんですが今度はその縦線形集合という集合を考えます。
注文帳。あまり聞き慣れない言葉だと思いますけれども、まず字はこういう字ですね。縦横の縦と、それから線形代数の線形と、でそれが集合という、そういう言葉ですね。で、これはどういうものかというと、その先ほどですね、この、まあ、今の時間で考えてやったその重積分というのは、その豆腐で言いますと、その側面が長方形でこう仕切られていた、そういう豆腐の体積を求めるものを扱っていました。で、今度はもう少しこれを一般化して、この図ですと、この横のこう切り口はそのままなんですけれども、縦の切り口に少し変化を加えています。これまで縦の切り口は、このやはり、XZ 平面に平行なこう平面で切っていたんですけれども、もう少し自由さを加えてですね、例えばこれを曲面で曲げたりとかですね、そういうことを考えます。ですので、ちょっと一回この図を少し消して直しますと、X の区間が A から B までっていうのは先ほどと一緒なんですけれども、この Y の区間をこの C から D までというそのまっすぐな区間にする代わりに、こんなふうにこうぐにゃっと曲げるんですね。こんなふうに曲げています。で、この曲がった切り口をですね、何もないとちょっと何も表すものがちょっと不便ですので、この曲がった切り口をそれぞれこれ y の値なんですけど、 y の座標なんですけれども、この曲がった切り口を x の関数として表します。例えばその y の小さい方が y イコールファイ x、それから大きい方は y イコールプサイ x というふうに、こう、まあ、x の値に応じてこの区間が少しずつ変わっていくというような形で、こう曲がった切り口を表します。で、あとは、まあ、あとはと言いますか、あと、そうですね、この曲がった切り口上で、今度この豆腐をこう切るわけですね。で、この豆腐の上面は、この曲面、fxy で表される曲面とします。ということで、とりあえずここまで説明をしましたが、一応その縦線形集合についてはこの次の後半の時間で詳しく説明していきたいと思います。はい、じゃあそれでは次のチャイムを鳴らして一旦休憩にします。